物を片手で強く振ろうとするときに肘って曲がらないです。これを曲げて早く振る、ぎこちなくないですかこれ。はい、なのでそもそも人間の骨格上、力強くクラブ物を振るっていう動作には右肘が過度に曲がる動きは適してないです。皆さんこんにちは、ゴルフコーチの海斗です。今回は皆さんが陥りがちなヘッドスピードをロスしている動きについてお伝えしていきたいと思います。バックスイングの時の右肘の角度に注目したことありますか？プロゴルファーのイメージとアマチュアの方が取り組んでいるイメージってかなり乖離があります。アマチュアの方がどういう風なこの右肘の角度、またイメージ誤認してるか、認識がずれてるかというと、構えて皆さんトップの位置では右肘が90度曲がるようにって教わった方だったり認識してる方多いと思います。これはですね、飛ばなくなる動きなんですよね。プロゴルファーの場合は基本的にこの右肘の距離は遠く遠くに作ります。こうすることによって右肘が遠いまま切り返すことによって、切り返しでしっかりシャフトに負荷がかかってしなりが生まれます。このしなりがインパクトの時にバチーンと戻ってくるので、ヘッドスピードが上がって飛距離が出ます。右肘がこう90度に曲がってしまうと、なんで飛ばないかと言いますと、まあ、ちょっと皆さん試していただきたいんですが、クラブをこうやって反対側に持って右片手だけでビュンビュン振ってみてください。こうするときに自分の右肘の角度を鏡越しにちょっとチェックしてみてほしいんですよ。物を片手で強く振ろうとするときに肘って曲がらないです。これを曲げて早く振る、ぎこちなくないですかこれ。はい、なのでそもそも人間の骨格上、力強くクラブ物を振るっていう動作には右肘が過度に曲がる動きは適してないです。プロゴルファーの場合には手と胸の距離がですね、遠く遠くバックスイングして右肘の角度もそこまで曲がらないイメージで振ってます。手と胸の距離が変わらずに振ってるイメージですね。でも実際はバックスイングでクラブを振り上げてる時点でもうクラブにもここにヘッドが走るので、その走った分だけ肘が曲げられてるっていう状態なんですね。なので実際はプロゴルファーほとんどの方がここを意図的に曲げるっていう意識はないです。プロゴルファーの連続写真とかを見ると、見た目は90度になってるように見えるんですけれども、その人のイメージだったり体の中で起こっている反応っていうのは常に手と胸の距離が遠くに遠くに動いているようなイメージですね。右肘はほとんど曲がることないです。このテンションがあるおかげで切り返しで下半身が踏み込めたり、シャフトにしなりを生んだり、ヘッドスピードを上げる動きができてくるので、皆さんもそれを真似して飛距離アップが望めるスイング目指してやっていきましょう。ではですね、実際に僕が肘を90度に形作ろうと思って曲げてみて思いっきり振ってみます。それと伸ばしたままのイメージ、できるだけ手と胸のが遠く遠くのイメージで振ったスイング、どのぐらい変化があるか見ていきましょう。まずは肘を曲げるパターンです。いきます。これマックスです、この状態で。今度は右手遠く遠くのイメージ、手と胸の距離が遠く遠くのイメージで振っています。このような感じですね。やっぱり後者の方がしっかりスイングにテンションもあって力強く振れてるように見えると思います。ではですね、この右肘の適正な角度どうやったら身につくかというと、片手で一度左にポーンとクラブを振り上げます。で、早く戻してクラブをビタッと止められる位置ですね。ピッピッ、この時にしっかりクラブをリリースして走らせて止めるようなイメージです。この時に耐えられる右肘の角度が
クラブに一番テンションをかけられてて、ヘッドスピードをマックスに出せられる角度なので、この角度でぜひ皆さんも振ってみてください。なのでこの状態に左手を持っていくようなイメージですね。この形、ここで切り返していく。ではですね、飛距離を伸ばしたい方はこの右手を遠くに遠くにバックスイングして、肘はなるべく意図的に曲げない、クラブの走りによって曲げられるぐらいのイメージでスイングする練習、またはドライバーでショット練習してみてください。